あの伝説のポケモンが有名な自動車メーカーの手で作られるということが発表され話題になっています。ポケモンシリーズの最新作として今なお多くのプレイヤーに楽しまれている作品、ポケモンスカーレット・バイオレット。ゲーム版のポケモンでは大体各世代に伝説のポケモンと呼ばれる、基本的にはゲーム内で1匹しか入手できないキャラが登場し、物語が盛り上がる終盤やゲームクリア後などに入手できるようになっていることが多く、まさに伝説と呼ばれるにふさわしい扱いを受けていることが多いんですよね。しかしそんな中、最新作であるポケモン SV では物語の本当に序盤からスカーレットを選んだ方はコライドン、バイオレットを選んだ方はミライドンが主人公と運命的な出会いを果たし、そこから一緒に旅をすることになり、過去作品における自転車のように彼らの上に乗って素早く移動したり、ライド技として様々な秘伝技のようなものを使う役割を果たすなど、彼らは旅における必須級の相棒としてずっと隣にいてくれるというちょっと珍しい形で主人公と絡むことになります。また彼らは伝説のポケモンなはずなのに、作中では犬のように顔をペロペロしたり、サンドイッチを食べるのが好きだったりと、もうとにかくあざといレベルで可愛かったりするので、彼らに対してこれまでの伝説のポケモンに向ける以上に愛着が湧いてしまったという方は結構いるみたいで、ファンからはこいつら可愛すぎる、どうしてこんなに犬感が強いんだろう、おそらく歴代で一番威厳がない伝説だな、表情が豊かすぎるわ、こちらの庇護欲を刺激してくる、なんだよサンドイッチをクンクンする伝説って、なおと、もう完全にネット民からワンちゃんみたいな扱いをされていたり、彼らの鳴き声は共に字幕ではヤッスとかアギャッスと表示されることが多く、作中でもアギャッスさんなどと呼ばれていたこともあってか、これがネット上では完全にネタにされてしまい、発売前のイメージ、我の背中に乗るがいい人の声を、発売後アギャッスと、発売前パッケージなどで見た時はクールそうに映っていた彼らが、蓋を開けてみたら大型のワンコだったということをネタにする方もいましたね。このように伝説のポケモンなはずなのに犬コロみたいで可愛いということで非常に高い人気を誇るポケモン、コライドン、ミライドンなのですが、先日彼らに関して面白いニュースが発表されたことで話題になっていましたね。こちらの投稿、トヨタがガチでミライドンを作るトヨタミライドンプロジェクトが始動し、 SNS で話題に、トヨタ技術界の挑戦という公式アカウントの投稿には、ミライドンで空飛びたい、乗りたいと期待を寄せるコメントで賑わうようで、どうやら車のメーカーであるトヨタ自動車がミライドンを作るみたいですね。トヨタ公式の X からも、アイデアはこの1枚という言葉とともに、今回のプロジェクトのアイデアとなったミライドンの絵が投稿されていました。このゲーム内で上に乗って移動できるミライドンに現実でも乗れるようになるかもしれないという衝撃的な発表に対して、セドミからはめちゃくちゃかっこいいじゃねえか、こんなん絶対乗りたいじゃん、頭撫でたいなどと大興奮する方々の声で溢れておりました。どうやらこちらのプロジェクトは昨年の11月末豊田市で行われたワクワクワールドというイベントで披露されており、その時すでに実物大のミライドンが披露されていたそうなのですが、こちらまだバイクのように走行できる状態ではないみたいなんですが、これだけのために免許取ろうかなと、これがバイクなのであれば自動二輪の免許を取得しようかなと検討する方も結構な数いましたね。このように関係者の間では着々と準備が進んでるっぽいこのミライドンプロジェクトなのですが、ネトミの中のコライドンを溺愛する一部のファンからは、なんでミライドンだけ作ってコライドンのことを作ってくれないんだという声も上がっていたんですよね。まあ、ゲームの中ではバイクのように移動するミライドンと異なり、コライドンはノッソノッソといかにも生物という感じの動き方をするので、乗り物として再現するのはちょっと難しいかもしれないということで、あの子はタイヤじゃないから無理だと思うなおと冷静な意見が述べられたりもしていましたが、やはり感情的にコライドンがいないことが許せないという方からは、これを見たコライドンさんの気持ちを考えたことある、俺はコライドンでノッソノッソ走りたい、可愛さではコライドンの方が上だからななおと、コライドンのことも乗り物にしてくれと主張するファンもいました。今回のプロジェクトではコンセプト的にミライドンの方が適しているかもしれないので仕方ないことなのかもしれませんが、しかし今回のようにコライドンではなくミライドンが選ばれてしまうということは実は初めてではなく、ミライドンはポケモンユナイトというゲームにおいてもかなり性能の高いキャラクターとして参上したのですが、そのゲームにコライドンが追加されることはなく、ポケミックと呼ばれるポケモンと初音ミクのコラボ企画においてもミライドンは選ばれてコライドンは選ばれなかったということで、同じ世代の伝説なのにコライドンはちょっとかわいそうな目に遭っているのではないかなおということがファンの間ではささやかれていたりするんですよね。コライドンのファンからは、またミライドンとの差が広がってしまった。現実操作でコライドンも再現してください。なおと、トヨタに対して無茶苦茶な要求をする方がいたり、いいんだ、お前は俺の相棒だから。なおと、コライドンのことを慰め始める方もいましたね。今後、今回話題になったプロジェクトがどう展開していくのかはわかりませんが、ミライドンの上に乗れるということは、ポケモンファンにとってはたまらなく嬉しいことだと思うので、ぜひ実現してほしいですね。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。